します。岩田拓です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子供は生まれてですね、生まれて5ヶ月が経ちまして、最近、まあ、嫁の母親は日光に住んでるんで、まあ、週に2回ぐらい来て何か買ってくれるんですけれども、うちの母が横浜にいるもんですから何も買ってくれないんで、週に1回写真かわいいのを送ると、翌週の月曜日にポストに洋服が届くというシステムが今うちの定説になっています。で、子供も今動き出すようになりまして、家がちょっと小さいなと、そろそろ家が欲しいということがあるので、今週3枚ぐらい送って、コロナが明けたら物件を見に行くという段取りを考えております。他人のお金で幸せになれると思うとワクワクします。よっ。Yes.